コーリー博シ・柴田還元。コーリー博シ・柴田還元。コーリー博シ・柴田還元。コーリー博シ・柴田リダクションは、キラルなオキサザボロリジンを触媒として、ボランにより高額不活性ケトンを、不正解して、高額活性な二級アルコールを得る還元反応の、ことである。CBS 還元と略されることも多い。1987年に、イライアス・コーリー。 ラマン爆死柴田斎造によって報告された。オキサボロリジンを用いたは、これ以前の1981年に、伊豆の新一らによって報告されている。CBS 還元は、明らかなケトンの不正還元の信頼できる方法として、有機科学者に用いられてきた。特に、数多くの天然物合成に用いられるだけでなく、工業的な大スケール反応でも用いられている。 詳しくは、創設を参照のこと。この還元反応の原型は1981年に、伊豆の新一らによって報告されたアミノ酸を還元して得られる、アミノアルコールをボランと共に用いる不正、還元反応である。伊豆のらは1983年に、ボランとアミノアルコール量に、1のモル比で反応させると最も高い高額純度で、生成物のアルコールが得られること。 還元の活性種は、オキサザボロリジンに、ボランが排したもの考えられることを報告していた。また、1985年には、アルコールの結合した炭素状に、フェニル元を2つ導入した、アミノアルコールが、特に高い高学純度で生成物を与えることを報告していた。コウリーラは、イズノラによって推定されていたオキサザボロリジンを、実際に管理、構造決定し、これは、 触媒量を使用するだけでも不正還元が可能なこと、特にプロリンに2つ、フェニル元を導入したオキサザボロリジンが、触媒活性、生成物の高額順度ともに優れていることを報告した。触媒のオキサザボロリジンはアミノ酸から誘導した、アミノアルコールとボランを混合するだけで調整することが可能である。ボランの代わりに、グチルホウ酸や酸、 5ビストリフルオロメチルフェニル法3ジクロリドを使用する調整法も知られている。還元剤にはボランのほか、カテコールボランも使用できる。カテコールボランはボランに比べると反応性が穏やかなため副反応を抑えることができる。オキサザボロリジンはケトンとボラン双方を活性化させることでこの反応を触媒する。ケトンはカルボニル酸素が ルイス酸性を持つ大きさザボロリジンの放素に配位して活性化され、一方還元剤のボランは、ルイス塩基性を持つ大きさザボロリジンの窒素に配位して活性化される。反応のエナンチオ選択性はこのケトンの範囲の、際に傘高い地換気が大きさザボロリジンの根底部、面側にある方が立体反発が小さく、この状態で、隣の窒素状のボランが孵化してくるというモデルで説明されている。 変法として、オーアルキルオキシムをこの方法で還元して、光角活性アミンを合成する方法がある。また、オキサザボロリジンをポリマーに結合させて、触媒の再利用を容易にした方法も開発されていい。コーリーラは、触媒的還元反応によって得られる、選択性を説明するため以下の反応機構をはじめ、提唱した。反応機構の最初の段階は、 BH のオキサボロリジン CBS 触媒1の窒素原子への範囲である。この範囲により BH がヒドリド共用体として活性化され、触媒の管内の酵素の類似酸性が高まる。触媒ボラン配囲作体2の X 線結晶構造解析及び BNMR 分光分析は、この範囲が開始段階であることを指示している。次に、管内の酵素原子が 立体的に接近しやすいケトンの孤立電子体、すなちより小さい置換器、RS に近い方の孤立電子体に配位する。3におけるこの選択的結合は、ケトン、かさ高い置換器、R と触媒の R 元との立体障害を最小化し、カルボニル元とハイボランを、6イン感染異常単位を経て、面選択的ひどり度転移が起こるように整列させる。 ヒドリド転移によって対応する、キラルボロンエノラート5が得られ、酸性ワークアップにより、キラルアルコール6が得られる。触媒が再生する最終段階は、二つの異なる経路、パス1あるいは2で起こる。この面選択的、分子内ヒドリド転移の支配的な駆動力は、同時に起こるルイス塩基窒素原子への範囲による、 ボランシ薬の活性化と、ケトンに配位するための触媒管内の放送原子の、類似酸性の増強ある。CBS 還元は、様々な種類のケトンを立体選択的、化学選択的に還元する、効果的かつ強力な手法であることが証明されている。基質としては、様々なアリールアリファティック、ジアリファティック、ジアリール、アルファー、ベータ不飽和エノンおよびイノン系。 ヘテロ原子を含むケトンが使用できる。異なる種類の CBS 触媒とボラン還元子薬の組み合わせがエナンチオ選択性を最適化するために使用される。ジアリルケトン級ではケトン置換気の立体的性質が同等であるにも、かかわらず比較的高い立体選択性が得られている。このことは立体反発に加えて電気的性質が CBS 還元の立体選択性に多い重要であることを示唆している。イノン11及び12のアルキン元における置換気の違いによって選択性が逆転している。α、β 不法和系を有する10から12では想定される副反応である CC 不法和結合へのヒドル放送化が起こらず、ケトンの効率的還元が起こっている。また CBS 還元は ボランに配慮することのできるヘテロ原子を含むケトン13でも適用可能であった。この反応系における水の存在はエナンチオマー過剰率に著しい影響を与えることから CBS 還元は無水条件で行わなければならない。温度もまた立体選択性において非常に重要である。一般的に低い温度でエナンチオマー過剰率は得られる。しかしながら 消音していくと、エナンチオマー過剰率は、ある温度で最大値に立ちる。これは使用する触媒構造とボラン還元試薬に依存する。ボラン試薬のカテコールボランの使用は、低温で低下するエナンチオマー過剰率を改善する有力な解決策である。カテコールボランを使用することで、126C まで下げた温度で CBS 還元を行い優れた。 エナンチオ選択性が得られることが明らかにされている。CBS 還元における還元主役に BH を使用することと関連したエナンチオ選択性の問題について報告されている。ネトルズラは市販の BHTHF を評価し、ごく微量のボロヒドリドダネ、非選択的還元を起こしエナンチオ選択性を低下させるが含まれていることを明らかにした。 ボロヒドリードダネが触媒する還元経路は CBS 触媒による還元よりもかなり違う。この副反応はまだ立体選択性を最適化できる余地があることを示している。氷によって開発された CBS 触媒1は CBS 還元反応における一般的な触媒となっているが、その他の触媒派生物を用いた方法も開発され、うまく利用されている。 CBS 触媒の R 元は還元のエナンチオ選択性に重要な役割を果たしており、上で図で示しているように、R 元を変化させた CBS 触媒が選択性を最適化するために用いられている。過去数十年にわたって CBS 還元は、ラクトン、テルペノイド、アルカロイド、ステロイド、ビオチンを含む膨大な天然物合成において、 顕著な合成的有用性を得てきた。このエナンチオ選択的還元は工業的な大スケールでも用いられている。ジョーンズらは MK-0417 眼圧の低下のために用いられる水溶性炭酸脱水酵素阻害剤の全合成に CBS 還元を利用した。鍵に完成する本中間体の不正還元は R 元として メチル元を有する CBS オキサボロオリジン、触媒によって達成された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。